この先にボスが待ち構えている。ジェネシスが倒したのはフェイクで、そいつを倒せばきっと攻略を進めることができるはずだ。よし、一旦街に戻ってバト。アルゴにはステージボスのことを伝えたから、あとはみんなに連絡して。聞いたかよ、黒の剣士の話。一人で高難度クエストをクリアしまくってるってやつだろ。ジェネシスの話か。その前は確かステージボスをトップランナーよりも早く見つけ出して倒しちまったんだよな。正直このゲームの最強プレイヤーだろ。今やどこもジェネシスの噂で持ちきりだな。いや、エゲルにアスナ。あちこちで聞くよね、あの人の噂。そりゃそうだろうな。始まったばかりのこのゲームで、あいつの実力は飛び抜けてる。一日のほとんどをここで過ごしているコアな奴らですら。ま、そこまでなのか、あいつの実力は。にしても、あの人の噂を聞くたびに黒の剣士っていう名前が出てくるの、どうにかならないかな。この世界で黒の剣士といえばあいつのことらしいからな。とはいえ、俺たちサバイバーにしてみりゃやっぱ釈然としねえよな。うん。そういえば攻略のトップランナーだった何人かが引退したらしいぜ。活躍の場を奪われた挙句、こうまで噂が広がったら続けられないもんな。えげつないな、黒の剣士。あ、だから誰もあいつと組みたがらないのか。プレイヤーとしてのスキルは高くても、 SAO の黒の剣士だってかなり嫌われていたと思うけどな。ううん、それは違う。それはわざと嫌われるように振る舞ったから。そうでしょ、アスナ。
SAO のベータテスターが多くのプレイヤーたちから敵意を向けられた時、黒の剣士という名前にはそれだけの重みがある。ただ強いだけじゃないんだって私は知ってるよ。同じ呼び名でも本質はまるで違う。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思える奴なんだ。さあ、これからバトルの準備だろ。ジェネシスが倒したっていうボスの他にもう一体のステージボスが隠されていたとはな。もうアルゴさんがボス討伐の募集を始めてくれてるよ。これで新しいエリアへの道が開けばプレミアちゃんのクエストを続けることができるね。あの子のためにも絶対にステージボスを倒して先に進もうね。ああ、そうだな。必ず倒してみせるよ。